身体検査の結果は出た。特に異常は見られないよ。エルダーのような姿になったって聞いた時は焦ったけど、数値としてはむしろ落ち着いている。ダーカン因子を使用しているから落ち着くのかもしれない。じゃあこの仕組みを分析し汎用化できれば。とはいえ、そもそもどうやってあなたが能力を得たかってところが不明だよね。おっしゃる通り。能力のことは分析を続けるとして、オメガの情勢のことも考えよう。報告をそのまま受け取ると、ほとんど短期がけで皇帝を討ち取ったってことだよね。子供投げに言ってるけど、それって相当大変なことじゃないかな。私の感覚がおかしいのかな。いいや、アルマ、君の感覚は正しい。どちらかといえばこの人が異常だ。そんなことないよ、この人は普通だよ。ちなみにワトイ、君も異常の方に入るからね。ひどい。でもそれだったらアルマさんも。私は戦闘能力高くないよ。そういうの得意だったのはクラリス・クレイスの方だから。エルダーを惑星に封印してみせるとか異常としか言いようがないけどね。あれはクラリス・クレイス主導？ううん、あれは私の仕業。倒しても倒してもキリがなくて封印するしかなかったのよ、あいつ。正直その場の思いつきでやったようなものだったから、いやー、うまくいってよかった。3人とも異常が結論だね、これは。その話は一旦置いて、ブラックホールはどうなりましたか？二人の報告に前後してブラックホールの拡大速度が緩和している。うん、なんだかちょっと二人を引っ張り出しやすくなったしね。数値的にも感覚的にも確実に効果は出ているようだ。よし、それじゃオメガでの活動を頑張っていればきっと。二人とも張り切るのはいいけど、無理だけはしないでね。不安ってわけじゃないんだけど、なんて言ったらいいんだろう。ちょっと気になることがあって、アルマさんの手伝いでフォトンをいじったりしてると、なんだか感じるんだ。あなたたちともダーカーとも違う変な感じを、変な風にいじられてる感覚を。残念ながら私もシャオ君もそれについてはわからない。でも二代目ちゃんがそう感じるなら、きっとよからぬことがあるんだと思う。私たちの想像しえない形でさ。ファルスヒューナルの出現も想定外。そして君のダークファルスの力を利用した新たなる能力も。くれぐれも気をつけて。君たちが倒れてしまったら元も子もないんだからね。そうだよ、あんまりあなたが無理すると二代目ちゃんが心配しすぎて倒れるよ。そこまではいかないと思うけど、その本当に気をつけてね。見てください、あれ。あれはダーカーです。ベルン皇帝との戦いの時にも出てきましたよね。エルダーの力はこっちに持ってきたが、
眷属たるダーカーは思いっきり無賛して残ってやがるようだな。アカシックレコードの中だが、性質は外にいるのと同じだ。全部ぶっ殺さねえと面倒だぜ。データのある相手とはいえ、数が数です。注意して戦いましょう。魔神城からのダーカー出現。エフメラの成り立ちといい、ますます放っておけませんね。はあ、あれ？魔神城が壊されてると思ったら、そうかそうか、君たちか。君たちがここにいるってことは、兄さんもう負けちゃったのか。思ったより早かったな。あなたは？うん、安心して。敵討ちとかそんなことを言い出すつもりないからさ。まあ無賛しただけみたいだし、そのうち集まって復活できそうかな。あなたは一体何者なんです？何が目的なんですか？あれ、兄上が言っていなかったかい？戦いを広めるのが目的ってさ。それよりいいのかい、ガーディアン君？僕なんかにかかずらって。そろそろクエントが大変なことになってるはずだよ。世界を救うつもりなら早く戻ってあげた方がいいよ。それじゃあね。言われるがままというのは尺ですが、気になります。ハリエットさんたちのところに戻ってみましょう。ハリエット様、総員配置につきました。ありがとうございます。まさかガーディアン君が不在のタイミングにこんなことが起きてしまうなんてね。間が悪いというか、なんというか。心配は無用です。剣の巫女はこの時のためにいるのですから。手が震えてるぞ、剣の巫女。無駄に虚勢を張る必要もないだろう。よもや私の代でとは考えます。できれば使いたくない力でした。ですがその時が来たのであれば、この身、この力、剣に捧げるのみです。ガーディアンがいらっしゃれば心強かったのですが。ない、それは触れないだろう。それは来るぞ。馬鹿にはできないかもしれないね。凛光、ブレスが来るぞ。結界展開。無用です。剣は言います。あれを倒し封じろと。我が身はそれを成すための器である。すぐに終わらせます。皆さんはどうか巻き込まれないよう。
位、結界を維持。相手はミコに任せるとしても決して赤き邪竜を逃がすなよ。どうしたんだハリオット。なぜでしょう、かの邪竜を見ていると胸騒ぎが止まらないのです。胸騒ぎか。剣の巫女、サシモの赤き邪竜も天敵相手じゃ肩なしだね。もっともそれが普通ならだけどさ、そこは力と名声を求め城と共に崩れ落ちた者がエフィメラと共に眠る場所。その無念、その怨恨、その魂、受け皿があったらどうなるのかな。剣の封印が効いていない。何か他の力が。剣の巫女、裏切り者ね。この声は鉄、魂を赤き邪竜に宿したというのか。エフィメラの力は根源が違う。かつて世界を壊した存在と今世界を壊そうとする者のハイブリッドとは贅沢ですね。でも封じきれないってことは、あれどうすればいいんですか。倒すしかありません。それに微塵に切り刻むといかに邪竜であろうと、星への魂を救うためにも、ですが私が封じねば叔父上があまりにも不憫です。引け、ガーディアン。剣の巫女、奴からエフィメラの力を引き剥がす方法は。兄様、それは。ガーディアン、邪竜の動きを止めろ。剣の巫女は封印の準備と援護を。そこまで至ればあとは僕が。何をする気なんですか。エフィメラの専門家にしかできないことをするだけだ。問答している暇はない。動け。
災いを払う光の鎖となりて、うごめく悪意を束縛せよ。いいぞ。ダメです。邪竜とは異なる力が束縛を。召喚による肉体損失の復元、および魂の定着。ふざけた真似をしてくれる。それは僕が言い出したもので、僕が捨てた研究だ。定着するべき場所はこちらだ。赤き邪竜の内などではない。どこのどいつだか知らんが、ふざけんなよ。それを扱っていいのは僕だけだ。それを使うべき相手はそんなところにはない。剣は言います。封印は完全ではないと。これでは一時しのぎが関の山。そう間を置くことなく、赤き邪竜は出現するでしょう。その時こそ邪竜を打ち滅ぼし、叔父上の魂を解放せねば。兄様！ハリエットか。大丈夫だ、僕は問題ない。ルーサーさん、何をしたんですか？肉体の召喚による無限再生を術式に干渉して食い止めただけだ。邪竜自身の力は残っている。さらにエフィメラの力によって強化術式もかけられていた。心してかからねば返り討ちに遭うぞ。気軽にうなずくものだな。それでこそガーディアンと言うべきか。僕は疲れた。少し休ませてもらう。結界と再封印用の準備に専念します。結界内なら赤き邪竜の動きも鈍ります。それをあなたに倒してもらいたいのです。これがラコニウムソード。伝承にある赤き邪竜をうがつもの。ガーディアン、これをあなたに託します。結界内に複製し、あなたの力となるように。赤き邪竜の鱗は常時変質し、古傷を隠す。しかし、この結界内であれば、その弱点を認識することが可能。この剣によって弱点を叩けば、鱗を切り裂き、古傷があらわになる。つまり、それによって露呈した弱点を集中的に攻撃していれば。はい、赤き邪竜といえど倒れます。その力弱まれば、封印までいかずとも囚われし魂は解放できるはず。ガーディアン、どうかよろしくお願いします。
そ剣の契約を果たさん。赤き邪竜よ、深き地の底で眠れ。されていたのでしょうか。今となっては分かりません。ですがこれで叔父上の魂は赤き邪竜から解放されました。悪夢から解き放つことができました。ありがとうございます。叔父上を解放してくれて。赤き邪竜は消えていません。剣もそう言っています。エフィメラの影響で復活したのならば、まだ世界にその影響が残っているうちはいつ復活してもおかしくはない。私はここで監視を続けます。それが私にできる責任の取り方です。アリサさん、無理をしすぎないでくださいね。分かっています。私一人の力はたかが知れていますし、それに何より私には頼りになる友が、ガーディアンがいますから。